台風15号の影響で静岡県では各地で冠水報告がありました。こちらいただいているリポートです。静岡県です。浜松市東区からいただきました。昨日の朝のリポート、あちこち冠水だらけですということで、このようにですね、車が冠水しているリポートが届きました。そしてもう一通行っていきましょう。静岡市、こちら清水区からです。家の前の道路冠水、9月24日午前3時40分頃といただきました。駐車場でしょうか、こちらも車のタイヤが半分以上埋まってしまっているといったリポートが届いていたんです。そして空ミッションでは、強い雨による冠水の状況はどうですかというものを伺ってきました。こちらです、愛知やそして神奈川と比べてみても、静岡では冠水しているといったところが多くありますね。特に静岡の西部や中部、東部の地域ですと、足首以上の報告というのが多くなっております。また赤色のプロットは膝以上なんですが、こちらは浜松市やそして静岡市の方で膝以上の報告が多くなっております。このようにですね、冠水したところが多くあったということなんですけれども、そういった道に潜む危険性について見ていきましょう。まずはアンダーパスに注意です。水深30センチを超えると車のエンジンが停止してしまうので、車が使えなくなってしまいますね。また冠水した道というのは茶色く濁っており、何があるか分かりません。やむを得ず冠水した道路を移動するという場合は、雨傘、あとは杖など、棒などで足元を確認しながら通るようにしていただきたいと思います。非常事態に遭遇してしまうと、気が動転してしまって思わぬ失敗を起こしてしまうということもあります。冠水する前に安全な場所に避難するようにしてください。ウェザーニュースのアプリからは最新の気象情報も確認することができますので、チェックしていただきたいと思います。